あのガンバのことで、僕、はい、そんなに去年、大分見てなかったんですよ。ああはい、であの、でも僕の最後の記憶だと、大分って、うんあの、3バックやるじゃないですか。やりますねで。相手2トップのままで、そのままはまんないのに、あの中盤降りてって、ミシャ式みたいに4枚ないですか。<laughs> はい、結果、はまりに行くっていう現象があって。ええ <laughs> そのまんまだったらいいのに、こう、倉田降りてって、結果、広がるフォーバックみたいになって、やりますね。で鹿島のツートップとツーサイドハーフが、あ、俺、こいつねっていう、この役割分担、逆に明確になるっていう、うん、後出しじゃんけんで負けに行く形が大分のときあったなと思って、そしたら、ガンバでもやってたんですけど、あれって何でなんですか俺も分かんないです。<laughs> <laughs> 分からないでしょ、確かに <laughs>。なんていうか、あの。や、やっぱ日本中があのがさんに期待してると思うんですよ。 うん、片野坂さんなら、うん、あの今の監督と違っていろいろインテリジェンスでチームを助けるみたいな、うん、っていうところがちょっと怪しい空気出るんであ,<の>あれ見てると,、えっと。僕はこれ仮説でしかないってとこしか言えないんですけどいわゆるねご本人ではないのでわからないですが片野坂さん 何かのタイミングの時こうなるなっていうのは僕もいわゆる今みたいなことになるなと思っていて、うんうん、明確にそれが起こってたタイミングって大分の時期でいうと、まあ、開幕の時期とかまあよくありますけどやっぱ去年とかだと、まあ、同じく開幕の時期だったりあとは後半戦がスタートするなっていうタイミングとか。 うん、要は、多分チームとして単純に完成されてない状態だから、うんあの、今後こういうことやっていくぞっていう込みで、相手関係なくちょっとやってたっていうところはあるんじゃないっていう。あまあ、その選手がこう、うん、パターンでやっちゃってて、相手見てやれてないみたいなところがあるってことですかそそうですだかかから岩場にその土壌がとなかったとかあんまり、うん なんか高くなかった、濃くなかったってところがあるから、しかも今回が試合1試合目になっちゃったのも含めて、うん、まあ多少だから、まあ、レッド食らってしまったとかってのは最悪だったけど、ね、パトリックの、あれで試合にもならなくなっちゃったけど、あ,あそこから先の修正運動の話はなくなりますもんね、そうですね、なんでほぼ30分のことしか話せないから、あの試合に関して言えば、うん、だけど、まあ、1、2失点は覚悟の上だったんじゃないかなとは思います。はい あれ、鹿島って一回も監督練習とか何もしてないですかあ、だって来てないです、そもそも。あ、じゃああれって岩政サッカーなんですかあれは。岩政サッカーです。へー。<music>